はい。不定詞にやっていきたいと思います。えー、まず日本語に直しなさいですね。河線部に注意しててですね。ユキビジットナンシーズハウスとリターンザブックス。えー、これは福祉用法ですね。えー、まあ、えユ、ー、キはナンシーの家に訪れたと。これ何をするためにという目的を表しますよね。ということで、ユキは本を返すためにですね。 ナンシーの家に訪れたですね。はい。次が、Everyone was happy to find the missing dog in the park、えー。これは感情が来てますので、こういう時はね、何々して嬉しかったって訳せば OK ですね。で、missing d はこう行方不明のって書いてますんでね。やってみてください。はい。みんなは、 公園で、行方不明の犬を見つけて嬉しかったということですね。 はい。次が、she is kind to show the foreigner the way to the station. はい。これ親切なんで感情じゃないですね。はい。こういう時はですね、何々してくれるなんて親切だ、えー、みたいな役になります。何々してくれるとは何々だとこは。親切である判断の根拠なんですね。理由が来てるんです。はい。えー、消費と思うのなんで、 外国人に駅への行き方を教えるですよね。教えてあげるなんて、あげるとは親切だという意味になります。彼女は外国人に駅への行き方。 生き方だからこれかな生き方を、まあ、見せるなんて教え,教えですよね日本語らしくしたら教えるとは親切だになりますはい4番目 The man awoke to find himself on a bed in a hospital さあこのは「awok」は えー、アウェイクのか OK。起きたですね。目が覚めたってう意味です。で、これは不停止の結果用法ってやつですね。先にこっちから訳します。彼は目覚めるとってします。彼は目覚めると、自分が病院のベッドにいることが分かったってことですね。その男性はかな。うん。 目覚めると自分が病院のベッドにいることがわかったってことですねはい5番目いきます He must have been tired To sleep so long. はい。えー、これ最初がですね、えー、この must have been tired なんですけれども、must have 過去分詞覚えてますか must have 過去分詞は過去の水量です。must は違いないって意味になりますね。彼は疲れていたに違いない。ね。過去の水量なんで。疲れていたなんですよね。疲れていたに違いない。must have 過去分詞 えー、復習しておいいください、ねえーま、でその判断の根拠ですよね、ま、そんなに長く、ま、寝ていたんでね寝ていたんでもう疲れていたに違いないと言ってるわけですね、ま、これは、えーま、これと似てるかな3番と一緒ですね判断の根拠なんでね、うん、はい書いていきましょうこれはまとても長く寝ていたのでってことですね 言われているに違いないですね。はい、6番目いきます。You are careless to make so many small mistakes in the test、えー。彼は不注意であると言ってますね。はい、これも判断の根拠ですね。何々するなんて不注意だっていう意味だってるわけです。わかるかなこれ間違いですよね。テストでまあ小さな ミスをたくさん、まあ、し,てしたわけですね。えー、するとは、不注意ですと言ってるわけですね。うん、あなたは、まあ、テストで、えー、小さな間違いをたくさんするなんてってことね。 注意だと言ったわけです、ね。注意で,すでしょうかね。はい、こんな感じになります。さあ、今見きましょう、えー。転ばないように足元をよく見て気をつけなさい。はい、watch your step and be careful。はい、これ、転ばないように注意しなさいってことですよね。何々しないように注意しろっていうことなんで、ここに、ね。 不定死の前にノット入れるんですよね。こうすることでフォールダウンは、まあ、転ば、転ぶですけども、転ばないようにってなるわけね。be careful not to take, uh, fall down ってなるわけですね。はい、2番目いきます。はい、彼らが娘を誇りに思うのも当然だ。ですね。このナチュラルっていうのが当然とか当たり前って意味になります。 自然って意味なんで当たり前やんってことですね。で、このイットは、わかりますね。もう仮主語のイットなんですよね。はい。で、今回彼らが娘を誇りの持っているときは、イット・トゥーだけじゃなく、イット・フォートゥーにしましょう。フォー・ヒット・トゥーですね。it is natural, for. で、ここは必ずね、前置詞の後なので、 この彼らがは目的格になります。あの、ゼイにしないようにね。ゼイゼアゼムのゼムにします。で、不定詞ですね。こうすることで、まあ、彼らにとってって訳してもいいんですけれども、この不定詞の意味上の主語彼らが彼らの娘を誇りに思うことっていう,うにできるんですよね。これも覚えておいてくださいね。という不定詞の意味上の主語にできるんですね。はい。 3番目いきます。荷物を運んでくださって、本当に親切ですね。ということで、親切、カインドですから、とりあえず、イッツ・ベリー・カインドですよね。で、これも、まあ、めっちゃよく出るんですけれども、これも仮氏語の一途なんですね。えー、そうすると、こう、言うから、フォーかなと思ってしまうんですけれども、このような優しい、人の性質、きてますね。カインドとか、例えば、まあ、 えー、ケアレス、不注意であるとかね、ブレイブ、勇気があるとかね、勇敢であるとか、まあ、そういった人の性質を表すものが来ていたら、ここはね、4じゃなく、オーブを書くようにしてください。まあ、これ、うは、また、トゥーキャリーのイメージの意味上の主語になりますから、あなたが私のカバンを運んでくれるなんて、えー、とても親切ですねって意味になるんですね。 4番目いきます。母は私に公務員になってほしいと思っている。まあ、これは有名な、わかりますか ?want 人というのパターンです。ですので、my mother wants me to be. では to become になりますね。簡単に B 行きましょう、ね。シビルサーバントは公務員ですね。私に公務員になってほしいということですね。 はい。そんなことを私に頼んでくるなんて、彼は無礼なやつだ。えー、impolite。まあ、polite に im をつけてね、否定になんてね。polite って礼儀正しいですから、まあ、無礼ってなりますよね。これも彼氏語の一途です。はい。えー、これなんですけれども、これも、まあ、impolite っていう無礼がありますから、さっきのこれだったりしますと、o ですよね。はい。彼は無礼なんですから、 It's in polite of him ですね。これはまあ、無礼だと。なんで無礼かっていうと、不定詞で彼がね、私にそのようなことを頼んできたからですね。ここで to です。it of to の文章になるわけですね。彼が私にそのようなことを頼んでくるなんて、まあ無礼やって言ったわけですね。彼女が授業に遅刻するなんて珍しい。はい。まあ、 ふ、なんていうかな、ユー s u a ルっていうのは普段とかね、まあ当たり前みたいな意味になるわけですから、案がついてね、まあ普通じゃないと言ってるわけですね。it's unusual 普通じゃないと。そう珍しいってことですよね。これもカルシゴイットですね。はい。えー、ただ、ここは unusual は別に人の表す性質はありませんので、it for two の公文の方になりますね。 It's unusual for her. で、to be late for class ですね。彼女が授業に遅れるとは、普通じゃないと。珍しいってことですね。はい。メアリーの両親は彼女が彼,女が彼とレートするのを許可した。はい。許可するでよく使うのがこのアラウ、この、洗う。許すって意味なんですね。許可するって意味なんですよね。で、洗う出てきたら、大抵、洗う人というルートを覚えておいてください。 誰々に、ほにゃほにゃすることを許すという意味になるんですね。ですので、Mary's parents allowed her ですね。彼女を、彼女を許して、彼女を許してるんでね。allowed her、どうすることかっていうのが不定詞です。To have a date with him。彼とデートすることを許したということですね。はい。母は私に夜更かししないように言いました。これもテレヒトというですね。stay up late で夜更かしするっていう意味になります。 まずは、told me。ただ、ここで、ね、夜更かしでこうしないようになんで、てる人と o ではなくてる人、to not to になります。こうすることで、夜更かししないように言ったってことになるわけですね。はい。では、ステップ2の方、いきましょう。同じ働きの不定詞を選んでくださいということですね。下からですね。まず1番を見てみましょう。He came home to find his wife sick in bed. はい。これは、意外と難しいんですよ。これね。えー、これは、不定死の結果要望ってやつです。何々して、何々だったって感じなんですよね。つまり、彼が家に帰ってきたら、奥さんが病気で寝ていることが分かった。そうですよね、えー。結果予報です。なので、結果予報をちょっと探していくと、っていう感じになるんですけどね。えー、どれになるか分かるでしょうか。 ま、あとで、えー、今言っちゃいますか。えー、はい。まあ、一番。You are kind to give such advice to your friend. これは親切な理由ですよね。あなたはそのようなアドバイスを友達にするなんて親切だねっていう意味で違いますよね。さあ、二番目。He went to the library to find it closed. これ一見何々するために図書館に行ったと思いがちなんですけれども、 不定子のところが、to find it。これ図書館のことですよね。図書館が閉まっていることが分かったって言ってますから、これ結果予報ですよね。彼が図書館に行ったら、図書館が閉まっていることが分かったって言って、結果こうなったってことなんでね。これが同じになるわけですよね。だから2番です。はい。で、2番目行きましょう。She was very happy to receive her stolen jewels at the police station. はい。 えー、彼女はとても幸せだった。なんででしょうその理由です。幸せな理由、根拠ですね。彼女の盗まれた宝石が、えー、警察署で、ポリスステーションですね。え、受け取ったんですよね。受け取ったんで、レシーブ受け取るです。受け取ったので嬉しかったっていうことですよね、まあ。判断の理由、嬉しい理由が来ています。何々して嬉しいみたいな感じですね。ストすると、1番じゃなかった。3番見てみましょう。He works hard. To support his wife and children. これは目的を表す定詞ですね。彼は、えー、奥さんと子供たちを、えー、支えるために一生懸命働いています。ということで、これちゃいますね。4番。Angry、怒ってる。ね怒ってるってなってます。ねえー、彼は怒ったと。To read the email from her boyfriend.、うん え、ーイフレンドからの e メールを読んで怒ったんですよね。何々して怒った。これ一緒ですよね。ハッピーね。受け取って嬉しかった。読んで怒ったなんでね。これが一緒になれますんで、4番になります。はい、3番いきます。brave は勇敢です。you are brave to save the children from the river. あなたは川で、えー 子供が、川にいる子供ですね。うん。川での子供を救ったので、勇敢ですって言ってるわけですね。勇敢なこう根拠ですよね。ということは、一番ですよね。そのようなアドバイスをして、親切だねっていう親切な根拠ですから一緒ですよね。はい、四番目。えー、私たちは、こう簡単ですね。えー、マーサーですね。マーサーと彼女の お母さんを見送るですね、見送るために空港に行ったってことなんでね、目的を表してますんで、これが3番と一緒ですよね。三と。はい。え2番目いきます。社来語ショッピングインプレイスオブユー。はい。えー、まあ、これなんですけれども、このインプライスオブっていうのは、まあ、 何々の代わりにっていう意味ですね。なので、あなたの代わりに、謝内は提案のしゃルですよね。あなたの代わりに私は買い物に行きましょうかと言ってるわけです。ほぼ同じ意味になるようにですので、わかりますかあなたは私に買い物に行ってほしいですか私のあなたの代わりに買い物に行ってほしいかとして一緒ですよね。提案してるわけですから。Do you want me to? ですよね。 私に行ってほしいっていう風に聞いてるわけですよね。はい、二番目いきます。When I awoke one morning, I was famous. 私がある朝起きたら起きた時私は有名だった。あこれはもう不定詞の結果をフォークサイですね。ある日私が起きたら自分が有名になっていることが分かったってことですよね。さあどうなるでしょうか。I awoke to find myself famous ですよね。 自分が有名になっていることが分かったということですね。不定詞の、えー、結果予報です。はい、3番目。You are careless to leave your back on the r u c k of the train. 楽、えー、って棚みたいなとこですよね。楽。はい、えー、ということで。まあ、この leave って置き忘れるっていうことですよね。だから、あなたのカバンを電車の棚に置き忘れるとは、あなたはまあ、不注意だと言ってるわけですよね。 これ、人の表す性質を表すときは、for じゃなく、of でしたよね。あ、これ上、上ェイト役者ごめんなさい。はい。あなたは、カバンを、電車の棚に置き忘れるなんて、不注意だというやつでね。彼氏を i と使った場合だったら、it's careless of you になるわけです。まあ、これも非常に使える表現ですね。it's careless of you 君は本当に不注意だと。なんでかって言ったら、あなたは、まあ、カバンを、 駅の棚に忘れたからだってことですね。はい。どうもんジムプロミス i s e ズマザー mother a t he would not tell a lie again. はい。プロミスは知ってますね。約束するですよね。ジムはお母さんに約束したと。どういうこと約束したかって言ったら、もう二度と嘘をね。再び嘘は言わないと。いうことを約束したということですね。はい。なので、プロミス。 まずはお母さんに何することを約束したのかっていうことでね。ほにゃほにゃに何々を約束したという意味にしますので、これ名詞が来るんですけど、何でしょうか。これ嘘をつかないことなんでね。ここ、トゥーテルア lie ゲーになると思りますが、それを否定したいんでね、not to になります、ね。嘘を再びつかないことをお母さんに約束したというふうにできているわけですね。 はい、3番目。あんなに速く走るとは彼は優れた運動選手に違いない。はい、He must be a good athlete。ここもいけるね。なんで、すごいアスリートに違いないの根拠は、to run so fast ですよね。はい、2番目。私は彼女がそこに一人で行かないように説得した。p スウェイ a e は説得するという意味です。I p e r s u a d e d her. わかりますね。 note to です。行かないように説得しているわけですから。はい。その俳句を英語に直すのは難しい。えっと、put the hype into e n その俳句を英語に、まあ、直す、するってことですよね。put a into b, a を b にするってことですね。置き換えるってことですね。さあ、これはもう仮絞い一と、間違いなく仮絞い一とですね。なので、まあ、it is difficult でいいと思います。 ハードとかでもいいですけど、まあ difficult でいいでしょう。はい、it is ディフィカルトね。えー、俳句を英語にすることは難しいって言ってるわけですね。はい、4番目いきます。並べ替えなさいということですね。その犬は、まあ、とりあえずね、喉、え、乾、ー、いてるに違いないでしょう。ということで、<noise> must be thirsty ですね。 どか相手に近いで何その根拠はっていうと、まあたくさん水を飲んで飲んだのでってことですよね。つまり、to drink so much water ですね。はい、二番目いきます。グラン r a n d m o t h e r が主語になってます。はい、これもよく出てくるんですが、不定詞の結果予報なんです。 えこれはですね、えー、まあ、直訳、違したですね、何々、何歳、95歳かな、95歳になるまで生きたって意味,意味になるんですよね。まずは生きたと言います。my grandmother、えー、lived ですね。うん、生きました。はい、何歳まで、結果何歳になったのかっていうと、to be 95 ナインティファイブ95ねナインティファイブイヤーゾードとですねはいで三番目いきますえー、これは シンクあるんで、イットもあることを考えると、多分んね、えー、何々すること、それは難しいと思ったってまず言っちゃう。SVOC の仮主語、仮目的語のイットですね。それをまず作っていきましょう。したがって、I think it dangerous。まずこれを作っておきましょう。与えられた単語からね、推察してくださいね。I think it dangerous。 で、インジャルさ、危険って意味ですね。私はそれが危険だと思うと。で、この目的を1頭ちゃんとここで言います。ね。具体的に何なのって言ったら、まあ、えー、フテスというね。スイム。まあ、川をこう横断するってことですね。横断して泳ぐってことですよね。だから、to swim across the river です。 k、okay. はい。で、ラストは、た当えられた単語から考えるに、えー、カールが主語ですよねで。アドバイスがあるんで、まあ、私に、まあ、アドバイスしたっていうことでね、えー、カール、アドバイスドミー。まずここは確定ですよね。で、まあ、何することをアドバイスしたのかって言ったら、チームの、このチームのために、 野球をすることですよね。タカトゥープライベースボーになるはずです。はい、以上になります。